皆さんこんにちは、三上雅史の趣味を園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今日はいつもと違ったスタイルでお送りしておりますが、というのも実は今 NHK テレ趣味の園芸の撮影に来ているんです。3月5日放送回ではラナンキュラスの生産者さんを訪ねます。僕が特に好きな大好きな花ラナンキュラスです。なんといってもこの花弁ですよね。繊細な花弁が幾重にもなる美しい花です。茎もねスッとしていてかっこいいんですよね。そしてラナンキュラスといえばこちら、キラキラした花弁が魅力のラナンキュラスラックスシリーズです。いやー、このように風に揺れる姿も美しい、きらびやかですよね。ほんと一枚一枚の花びらがまるでワックスをかけたかのような光沢を持っているんですよ。綺麗ですよね。僕も出会った時に衝撃を受けたラナンキュラスラックスなんですが、まさに今僕が来ている宮崎県の綾園芸さんによって生み出された素晴らしい品種なんです。見れば見るほど目を奪われる光り輝くようなラナンキュラスラックス。そんなラナンキュラスの魅力はもちろんのこと、ラックス誕生秘話まで伺ってまいります。品種紹介、これほどねたくさんのラナンキュラスございますので、品種紹介から生産者さんならではの栽培テクニックまで盛りだくさんの内容でお届けします。そして今回も私三上雅史流のラナンキュラスの楽しみ方もご紹介しますので、ぜひそちらもご覧ください。発売中の趣味の園芸テキスト3月号にもですね、綾園芸草野さんとの対談記事、そして三上流楽しみ方を私のデザインイラストとともに掲載しておりますので、そちらもですね合わせてぜひご覧ください。というわけで3月5日日曜日放送、趣味の園芸日本花づくしラナンキュラス、ぜひご覧ください。